本日の挑戦者、カイジこと藤原竜也さんです。なんでこいつら何も変わらねえ、どいつもこいつも来るんだから。どうも藤原竜也です、よろしくお願いします。ありがとう、お願いします、お願いします。よろしくお願いします、よろしくな。いきなり本物の藤原竜也だ。いきなりエンジン全開で。ああ、それは当たり前だ。じゃあすいません、竜也さん。ああ、全然もうこの舞台とかでちょっと合間のな。あ、合間で来てくれた。今日は時間空いたから。あ、すいません。来たぞ。もうぜひね、もう竜也さんとやりたいゲームがあって。さあ、やりたいゲーム。はい。なんだそれ、ちょっと気になるな。竜也さんって言ったら、やっぱこう、カイジ。まあそうだな、はい、ああカイジ結構さ、いろんなあの視線をくぐり抜けてギャンブルやってきたよ、はい、ですよね。ああそうだ、今回スリルというゲームがあります。そう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 、スリル。はい、ちょっとなんだ、ちょっと気になるゲームじゃねえか。今回挑戦していただくゲームはスリル。まず2つの箱どちらかにスタミナの1万円が入っている。挑戦者は2つの箱のうちどちらか1つを選び、その箱に1万円が入っていればもらうことができる。万が一1万円が入っていない箱を選んでしまったらもらうことができない。10万ペリカ10万ペリカ、え、そうですね、まあペリカで言うと10万、10万ペリカ入ってる、入ってる、なるほどなるほど。で、見事入ってる方を開けることができたら、うん、プレゼントします。じゃあ外してしまったら、ただし外してしまった場合、そう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 、どうなんだ、何ももらえません。え、要するに破滅です。いや違う、いやいや、入ってないやつを開けたら、ね、もらえない、何ももらえないだけだけだけ、え、だけ、どっち今今どっち、竜也、え、ちょっと一回高いに戻ってもいい、ちょっと待って、何ももらえない、罰ゲームとかないです。竜也さんがお金を払うことももちろん一切ないです。こっちも払わなくていい、はい、これは僕がスリルを味わうというゲームなんで。だいぶザワですよこれ。だいぶザワですよ。はい。これも本当に、え、いいんですか、いいんですか、普通に高いんじゃないですか。すいませんすいません。え、マジでだから当てればもらえるんですか。はい、当てたらあげます。で外したら、外したら何ももらえない。すなわち破滅です。あんた相当狂ってるよ。戻ってけた。あんた狂ってるな。意味が分からない。ノーリスクハイリターン、圧倒的気持ちいいのかなって、その使い気とか俺あると思って、こっちが何百万いくらか逆に1万払うとかないです、ない。ただし何ももらえない。考えろ、いや本当にそうか、何か裏があるんじゃないか。そんなうまい話があるわけない。だって1万円も当たるか、だって何もこっちは参加でも何もなかったさ、ただ引くだけ、それで2分の1で1万円が当たる。いや何か裏がある、何か裏がある。さあ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 、やります。やる、やります、やる、やります。ああ、なるほど、ありがとうございます。やらなきゃ誰かの養分、いいですね、やらなきゃ誰かの養分ってわけでもないですもんね。だって俺の養分になるか、何もないです、ね、何もない、はい、それではじゃあもう一度改めて、はい、聞きます。ああ、このゲームやりますか。エスポワール挑戦しますか。乗るしかねえだろ、やらなきゃ誰かの養分、ここで負けたら俺がやられるんだ。やります。やっていただけるということで、やるぞ、ありがとうございます。すごいな、やっぱよし、すごい圧がやっぱすごいね、こんなヒリヒリしないゲームは
あんまねえぞ俺。だいたい負けたらなんか使い気とかね、耳切られたりとか、耳切られたりとか、借金背負ったりとかだから、ね、はい、なんもねえんだもんな。もうじゃあ全然あのもういつでもいいですよ、初めて。うわでもどっちだこれ。全然あの悩んでいただいてもいいですし、うん、質問していただいても大丈夫なので。なるほどな。でもこれ普通の金が入ってそうなのはこっちなんだよ。よく会社とかに出てくるこのなんかギャンブル買ってみんなで山分けするときとか、大体こういうアタッシュケースに金が入ってるんだけど、あの兵道の息子の兵道和也とかね、和也編とかでもやっぱ、うん、あと最後の実写版でもな、あの遠藤さんと分けるときこんなの持ってたんだよ。で最後会社これ取られるんだよ、寝てるときに。いやでも逆にこっちか、逆にプーさんに10万ペリカ入ってるか。どっちだ10万ペリカ。どっちだって、うわマジで迷う。考えろんだ、こんな風に物のような侵入者の鏡を見るようなもの、相手の心を表に死になる、それがギレたら自分だったらどうするかと考えてる。つまり俺がヘビに見えたなら、お前こそヘビなんだ。どうするか、どうした、右か左か、左か右か、皇帝がどれか、神かくのか。さあ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 、くっそ、どうした。いや、最後何を考えてる。こっちか。プーさんか、私か。さあ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 、おい、トネがこっちだよ。お前はこの10万ペリカこっちに入れたか。ああ、さあなぜ今俺の方を見なかった。どこを見た、やつは何を見ている。ミカさん、それとこっちか、入ってるのこっちか。ああ、わけがわかんねえ。くそ、何考えてんだこいつ。くそ、こんなんだから、くそ、ダメだよな、こんなんで悩んでるから。だったらあそこの兵道のおっさんに言われるんだ。くそ、狂ってるけダメなんだよ。上気を意識したこそ開かれるんだ、勝ちへの道だよ。どうする、どっちだ、決めろ。決まったかね、カイジ君。トネガは俺がヘビに見えたな。なら、お前こそヘビなんだ。それでは3、2、1で同時に開けてもらおう、カイジ君。ああ、やつはスリかよ。あんた優秀だ、優秀だからこっちに出す。逆に3、2、1、いけ。あんた優秀だからな。おごりような、おごりような優秀だから、ここまでクズが寄せ気づき勝ち続けてきたんだから、その優秀ゆえの俺を打ったんだよ、このみっともねえ奴隷が。大事勝った、あ、10万ペリカ、俺はお前に勝ったぞ。
違う。あれがね。やれ。やれ。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。